おはようございます。私は西武池袋線の池袋駅に来ております。本日はサムネイルにある通り、同じ区間なのに乗る列車によって運賃が約2倍になってしまう区間のご紹介です。まずはやってきた各駅停車の豊島園行きに乗ってとある駅まで向かいます。まあ初めにネタバラシをしておくと、向かうのは練馬駅です。もう気づいてしまった方いらっしゃるかもしれませんが、ネタバラシはなしでお願いいたします。池袋駅から練馬駅間を移動するなら基本的には西武池袋線です。なぜそうなのかというのがこの動画の趣旨ですが、まあこれはその後の展開を見ていただけるとご理解いただけると思います。早速列車に乗車して行きましょう。池袋から練馬までは10分ほどみたいですね。さあ池袋駅を発車です。この西武池袋線では練馬まではいくらなのか、そして他のルートではいくらなのか、まあ倍なんですけれども、なぜ倍ぐらいになってしまうのでしょうかね。ワクワクいたします。そして列車は進み東長崎駅を発車です。東長崎駅は昔は一面二線の駅ではなかったでしょうか。そして東長崎のお隣の江古田駅が二面四線の駅でしたよね。まあ、どういう理由で東長崎駅が二面四線になり、江古田駅が二面二線になったのか知りませんが、なんでお前そんな古いことを知っているのかというと、昔西武池袋線の運転シミュレーションで遊んでおり、その時代の西武池袋線はまあ東長崎駅が2面4線で江古田、あ、違いました、逆ですね。東長崎駅が1面2線で江古田駅が2面4線という時代だったからですね。そして退避可能設備を取られて2面2線になってしまった江古田駅に到着です。なんか言い方悪くてごめんなさい。よくよく見るとかつての2面4線分の用地跡みたいなのが見えました。さあそして練馬駅が見えてまいりました。練馬駅は各駅停車の他に快速や準急が停車する駅です。池袋から来る急行などは全て通過してしまいます。さあ練馬駅に到着です。まずは池袋からここ練馬までの運賃を見る前に、乗ってきた豊島園行きを見送りたいと思います。さあそれではお待たせいたしました。改札にピピッとスイカをタッチした後、運賃を見てみたいと思います。値段は178円。まあ切符ですと180円ですね。ここで池袋駅でこっそり取っておいた運賃表を見てみると、練馬までは180円となっております。西武池袋線では180円ということが分かりました。さあそれではここ練馬駅から今度は池袋にまた戻っていくのですが、今からは何も知らないという設定のもとで動いていきます。それではホームに向かいましょう。発車表を見ると同じ時刻に準急と快速急行が発車するようでございました。なんか快速急行の方が早そうだからそっちに乗ろう、何度も言いますが、今からはそういう設定、そういうシナリオで動いております。右側の列車、つまり準急に乗れば安いのですが、あえてこれは乗らないで快速急行に乗って行きたいと思います。さあやってきた F ライナー快速急行元町中華街行きに乗車いたします。F ライナー快速急行元町中華街、早速乗車して行きましょう。この列車は副都心線、そして東急東横線、みなとみらい線に直通する列車ということもあり、結構な乗車率でございました。さあ練馬駅を発車です。この先この列車は西武有楽町線、副都心線と経由して池袋へ向かいます。
練馬から先は西武有楽町線に入りまして新桜台駅を通過し、西武有楽町線と副都心線との境目の小竹向原駅に到着です。ここから先は東京メトロ副都心線を走行いたします。そして副都心線を走行し池袋駅に到着いたしました。まずは運賃を見る前に乗ってきた F ライナーを見送ります。それでは改めまして池袋駅に到着いたしました。まあ到着というより戻ってまいりました。改札を出場していくら練馬からかかったのか見てみましょう。おそらく180円ではなく315円、まあ切符だと320円ですね。いや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 、なんでということで、なぜ練馬から池袋という同じ区間なのに値段が違うのか解説していきたいと思います。まあ先ほどはじめ西武池袋線で池袋から練馬まで向かうときは180円でしたよね。しかしその後西武有楽町線と東京メトロ副都心線と経由して池袋へ戻ってきたときは320円でした。そう、前者は西武池袋線のみ、しかし後者は西武線に加え東京メトロと別の会社の路線を走行しておりました。そう、会社が変わると運賃も変わるんですね。小竹向原駅で西武有楽町線と東京メトロの副都心線が境目となっておりましたよね。つまり小竹向原駅で別会社、つまり西武と東京メトロという別会社の運賃形態が変わります。なので練馬から小竹向原までは西武線の150円ですが、小竹向原で運賃が一旦リセットされ、小竹向原から池袋までの170円が別途かかるわけなんですね。つまり合計で150円足す170円の320円となってしまうわけでございます。なんか滑舌が悪くて小竹向原って結構言いづらいですね。ごめんなさい。まあここまで聞いてきて何言ってんだこいつと、ちょっとわからない方というよりも僕もあんまりうまく説明できていないなと思うので、まとめるとこんな感じです。ということで本日は池袋から練馬間での落とし穴についてお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ普段からこの区間を利用されている方はもう周知の事実だかと思いますが、あまり普段利用されていない方や今度利用するよみたいな方ありましたら、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。